今年の学生横綱が今日決まります。78回目という長い伝統を刻む全国学生相撲選手権、東京と大阪交互に大会が行われるこの大会、今年は東京の両国国技館が会場です。今シーズンの学生相撲を締めくくる大会です。学生横綱、学生相撲をしている選手では必ずこう目標にいたします、この練り手綱と言いますが、これを目指してこの後決勝トーナメントが進んでいきます。今日この個人のトーナメントの解説、日本学生相撲連盟の理事長大野貴弘さん、専修大学相撲部の監督の大野さんにお願いしています。大野さん、はい、独特の雰囲気の中でまた今年も始まりました、はい、そうですね、ずっと日本大学がこう強い時代があって、ちょっとまた勢力図が変わってきたかなと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、はい、日本大学が強い時代があって、はい、他の大学がですね、はい、まあ、東京農大、日本体育大学、はい、党がどんどん力をつけてきましたんで、見る人にとってはですね、はい、面白い試合になるんじゃないかなと思います ね。その個人戦の決勝トーナメントベスト16が出揃っています。そのベスト16の中でやはり注目は何といっても一番左ですね、柿添選手ですね、はい、タイトル、ここまで学生のタイトル15取っています。その柿添を中心に優勝争いが展開していきますけれども、はい、その柿添選手をご紹介していきましょう。柿添選手は大分の出身です。大分宇佐産業科学高校の出身、93年の中学横綱です。そして去年はこの学生選手権3位でした、まあ、去年も優勝候補の一人に挙げられていたんですが、そうですね、去年は下取選手に敗れました、はい、そして今年は富山国体で優勝しています。どんなところが魅力ですか。もう今年になってからですね、はい、だいぶ本人も落ち着いて取れるようになってきたんじゃないですかね、はい、まあ、今年で8個のタイトルを取ってますので、はい、まあ、今大会もですね、はい、順当にいけば、はい、柿添選手の優勝になるんじゃないかと思いますが、うん、その柿添選手ですけれども、初戦は中央大学の渋谷選手との対戦でした。その一番です。決勝トーナメントの1回戦、画面の左が柿添です。2本入ってすぐ早い攻めでしたね。そうですね、まだちょっと立ち合い、はい、相手を見ているようなところがございますけれど、日体大学の4年キャプテンです。その柿添を中心にする展開ですが、それを追うのが今画面に出ました日大は成田純也キャプテン、そして東農大が小笠原、近畿大学は3年の三好、この辺りが名前上がると思うんですが、そうですね、はい、皆3人ともですね、実力者です、日大の成田純也は今日は予選の戦いで非常に長い相撲がありましたけれども、それを勝ち上がってベスト16入りを決めています。小笠原怪我も治ってこの学生相撲にかけてきました。そして近畿では久しぶりの学生チャンピオンを目指す三好、この辺りをが優勝争いに絡んでくると思われます。さあ、今年はアマチュア相撲の立ち合いの規定が少し変わりました。大野さん、はい、その立ち合いがですね、なかなか合わなくて待ったが多いということで、はい、今年の4月から変わりましたよね、はい、説明していただけますか。はい、選手双方がですね、はい、両手をつきまして、はい、静止した後にですね、はい、主審の掛け声の発揮よいで、はい、立つという形になります、はい、ですから、まあ、選手が単独でですね、はい、立つことはできなくなりますので、うん、待ったもないという、はい、立ち合いになりますね。今日は午前中からこの個人の予選トーナメントが行われましたけれども、非常に待ったが少なくてテンポよく試合が進んでいきますね、はいはい、そうした立ち合いの規定も変わりました。それから大相撲の幕下付け出しの規定も変わって非常に厳しくなりました。そうした中で迎えた今年の学生相撲選手権、さあ決勝トーナメントの2回戦が間もなく始まります。個人30選手決勝トーナメント2回戦を行います。東日本体育大学柿添4段、西近畿大学三好3段。優勝候補の筆頭、日体大学4年の柿添が2回戦最初に登場します。対戦相手は強敵、近畿大学3年の三好。170キロあります。3年前の高校横綱です。突き押しの柿添と左四つの三好、
日体大学のキャプテン、優勝候補筆頭、垣添としては早く攻めていきたいですね。やはり速攻で攻めれば垣添選手に勝機があるんではないかと思いますね、はい。決勝トーナメントの2回戦の最初の試合です。ちょっと引いた垣添、右を差しました。下手投げ、垣添の勝ち。豪快に170キロ三好を投げました。垣添ベスト8進出です。ただいまの勝負、下手投げにて東垣添四段の勝ち。大野さん、はい、組んでしまってちょっと垣添ヒヤッとする部分があったと思うんですが。そうですね、畑に行った時ですね、はい、いや垣添選手の悪い癖が出たなとは思ったんですが、また持ちこたえまして2本入りましたから、はいはい、立ち合いからこの後引きます。ここですね、はい、この辺が一つ垣添の課題と言えるんでしょうか。そうですね、三好選手もそこでまた一気に出れればいいんですけれどね、はい、その辺がちょっと もたついてしまいましたね。しかし力があります。170キロの三好を裏返しました。東京農業大学萩野さんだ、西日本大学国林さんだ。まず優勝候補の垣添がベスト8進出。2回戦の次の取り組みは萩野と国前、こちらが東京農業大学3年の萩野です。そして日大の1年生国前です。日大は去年までこの個人のタイトル5連覇です。6連覇がかかる今年、この国前、そしてこの後登場の内田、そしてキャプテンの成田、3人が残っています。ベスト16、と手がつきました。萩野の勝ちです。3年生の萩野が勝ってこれでベスト8進出。垣添と準々決勝対戦が決まりました。このあたりは押し相撲の国前がのど輪で攻めていきますが、大野さんいかがでしょうか。ちょっと硬くなってますね、国前選手。やはり1年生というところが出ちゃいましたかね、はい。非常に調子はいいという話をしていた国前ですが、東農大の3年の萩野に敗れました、はい。これで準々決勝は垣添と萩野の対戦が決まりました。西東洋大学木村だ、そして土俵に上がったのが熊本文徳高校出身、日本大学2年生の内田泉、去年3位の選手です。そしてこちらが東洋大学の1年生木村守。木村守は突き押しの相撲、日大の内田は左四つ右上手が得意の方です。手をついて待ったらし、いなされた。内田敗れました。去年3位の内田、ベスト16で敗退です。東洋大学の1年生の木村がベスト8進出。西野コーチ、ただいまの勝負、引っ掛けにて西木村になるのか。決まり手は引っ掛けです。うまくいなしましたね、大野さん。はい、木村選手こういう相撲がですね、はい、まあ、得意というかその元気な相撲ですね、はい。この対戦は、下がってましたが、やはり突っ張って前に出て、はい、いなして、はい、突き落としてというような相撲が得意なもんで、はい、ですからこの辺でよく残りましたね、今日は木村は予選から突き倒し突き出し突き出しと
非常に前に出るいい相撲がありました、はい。まあ、今の内田との対戦は相手をよく見ながら土俵の丸い土俵をうまく使っていなして引っ掛けました。これで日大は結局成田純也ただ一人になってしまいました。決勝トーナメントの2回戦、ベスト16がベスト8をかけて2回戦戦っています。東農大学3年生の富田貴雄、非常に柔らかい体、今日も予選ではうっちゃりを見せました。そしてこちらが日体大学、波に乗っています大西正嗣です。大西は決勝トーナメントの1回戦、近大のキャプテン阿部を破りました。手をついて待ったらし、のど輪で押す大西、切り返し突き倒しました。大西の勝ちです。1年生の大西がベスト8進出。これで先ほどの木村とこの日体大学1年生の大西と1年生の2人がベスト8進出を決めました。左ののど輪強烈でした。なんか波に乗ってますね。そうです、元気ですね、はい、いい相撲取りますね、この富田も非常に柔らかい体で土俵際でうまく残すんですが、あそこであの止まればですね、はい、富田選手の勝ち、導いたと思うんですがね、はい、ベスト8のまず4人が決まりました。東東京農業大学堀尾田、西八国大学尾上さんだ。土俵に上がったのは東農大学4年生の堀と拓殖大学2年生こちら尾上。構えて決勝トーナメントの2回戦です。右四つの堀が画面の左、そして画面の右尾上は突き押しです。日大の佐伯を破った堀、そしてこちらが尾上。下から押し込んでいきます。尾上ちょっと引いた堀、堀が右の前回し切れます。堀の勝ち、4年生の堀が勝ちました。30秒近い相撲です。2年生の尾上敗れて堀がベスト8進出。ただいまの勝負より切りて東堀四段の勝ち。尾上の攻めはいかがだったでしょうか。下からですね、はい、いいのど輪を、もらってるんですが、はい、止まってたらダメですね、やはりね、じっくり構えられると、はい、小野選手も、やっぱ突き押し相撲ですからね、はいはい、左が入って、はいはい、起こしながら出てたんですね。まあ、堀は決勝トーナメントの1回戦で日大のあの佐伯、はい、あの今シーズンは垣添も破ってる選手ですけれども、 そうですね、その佐伯を破って2分5秒という長い相撲でした、はい、波に乗ってきましたね。東京農業大学小笠原四段、西近畿大学平坂四段。さあ東農大キャプテンの小笠原と、そしてこちらが近畿大学の宮坂。小笠原は東農大学の4年生、今シーズンは8月に腰を痛めて、その後は大きな大会には全く出場してきませんでした。この学生選手権にかけています。ですから今シーズンはタイトルなし。そしてこちらの宮坂は近畿大学の4年生。
決勝トーナメントの1回戦、日大の谷口、いい右を突きを見せた宮坂です。去年のアマチュア全日本のベスト8の選手です。頭をつけます宮坂、いい形を作った。そして右を返していく宮坂、出る小手投げ、小笠原の勝ち。攻めていたのはこちら宮坂でした。ただいまの勝負、小手投げにて東小笠原四段の勝ち。大野さん、はい、立ち合いの低さも宮坂でしたし、そうですね、攻めも宮坂でしたね、はい、ここで組み止めた時にですね、はい、宮坂選手、じゃあ小笠原選手かなと思ったんですがね、はい、マット出てきましたんで、はい、このまま小笠原選手抱えちゃいましたよね、はい、抱えた時点で危ないなと思いましたが、いい足腰してますね、腰を痛めたということですけれども、そのあたりの影響はどうでしょうか、はい、相撲をご覧になって。もうだいぶもうほとんど戻ったんじゃないですかね、うん、いい体を開いての小手投げですけれど、はい、本人も納得しているようですね、はい、三瓶さん、はい、本人はね、悪いなりに 80% は戻りましたと。あ、そうですか。かなり唇にも自信がありましたよ。あ、そうですか。予選からも今日は本当にいい内容で勝ち上がってきました小笠原です。成田4段、西中央大学成田3段。2回戦はあと2つです。日大、もう残っているのはこのキャプテンの成田純也だけです。日大4年生の成田純也、金沢市立工業出身、199センチの長身です。そしてこちらは中央大学3年生の成田明。両チーム待ったし、日大としてはもう負けられません。去年はベスト8、下取に敗れました成田純也。左が成田純也、右が成田明です。左から追っつける成田明、出る成田明、押し出し、成田純也敗れました。これで日大の個人タイトル6連覇は消えました。ただいまの勝負、押し出しにて西成田さんが勝ちました。長身の成田純也、ちょっと立ち合い受けてしまいました。大野さん、いかがですか今の相撲は。やはり当たった瞬間のですね、はい、突き落としですね、はい、成田選手のですね、はい、その辺が勝ちに導いたんじゃないですかね、うん、左からうまく押っつけながら出ていきましたね。そうですね、どうしても成田選手も、はい、回しを取らないと、はい、相撲取れないタイプですからね、はい、やはりあそこでガチッと回しを取ればですね、はい、もう成田純也選手のですね、はい、勝ちでしょうけど、ああいった形で回しが取れないで下から攻められる、はい、下に入る、中に入られるということになるとですね、はい、ちょっと苦戦しますよね。今シーズンタイトル3つ取っていた成田純也、この2回戦で敗退で、これで日大勢はすべてこの個人戦姿を消しました。さあベスト8最後の座をかけます。駒澤大学1年生の姫野、177センチ、125キロ、大分陽子館高校の出身です。そしてこちらが大東文化大学、去年ベスト32に入った、失礼、一昨年です、ベスト32に入った3年生の下松也、押し相撲の下松也です。はい、待てよ、下ろして、出ます、姫野、下から攻める姫野、ちょっと引いた、下松也へ逆襲、押し出し、下松也へ最後のベスト8の座を取りました。これでベスト8の8人が決まりました。押し出しにて西下松也4段の勝ち。ここで審判団を交代いたします。姫野の攻めも良かったんじゃないですか。いや、いい当たりしてですね、はい、下から突き上げましたけれど、土俵際で止まっちゃいますよね、
ここからがもう下松江選手の、はい、いいところじゃないですかね。前に出てはたかれてもで、はい、それではたいたのもいけないですよね。姫野選手ですね、はい。さあこれでベスト8が出揃って、これから準々決勝が始まります。ベスト8の選手をご紹介しましょう。まず一番左が日体大学キャプテン4年生、タイトルここまで15取っている柿添、優勝候補の筆頭です。その隣が東農大学3年生の萩野、そして東洋大学1年生の木村、日体大学1年生の大西と、ここは1年生対決です。東農大学4年の堀、そして東農大学のキャプテン、怪我から復帰してきた小笠原、そして日大キャプテン成田純也を下したのが中央大学3年生の成田明、そして一番画面の右は大東文化大学の下松八重、この8人です。三瓶さん、はい、その日大勢が姿を消しましたけれども、はい、敗れたあの成田純也選手もね、1メートル99センチのその長身、何か呆然と引き上げてきまして、はい、一言もありません、うん、あの部員たちは東の支度部屋の奥に陣取ってるんですが、はい、あの下級生の控えの部員たちがね、全員泣いてるんですよね。もう悔しくてね、悔しくてね。で花道も日大の控え部員たちで賑わっていたんですが、はい、成田純也選手の敗戦とともにですね、はい、さーっと人がいなくなってね、この花道の奥もだいぶあの雰囲気変わりました。うん、95年からこの個人のタイトル5連覇続けていた日大ですが、この時点で日大のこの今年の優勝はなくなりました。それではその2回戦の相撲をいくつかご覧いただきましょう。まずは柿添選手対近大の三好選手の対戦です。画面の左が柿添、そして右が170キロの近畿大学の3年生の三好、2回戦の好カードでした。この後ちょっと柿添が引いてしまいますが、ここから2本入ります。この後が力の見せどころ、170キロの三好を裏返しました。大野さん、動きもだいぶいいようですね。いいですね、はい、あれだけ力強い相撲を取れればですね、はい、楽しみですね。さあそして今度は去年3位の内田と、そして東洋大学の1年生の木村の2回戦の試合をもう一度ご覧いただきましょう。去年3位の内田が画面の左、いなされて最後は決まり手引っ掛けでした。1年生東洋大学の木村が去年3位の内田を破ってベスト8進出です。そして続いては東農大学の小笠原と近畿大学の宮坂の対戦をご覧いただきましょう。画面の左、東農大学キャプテンの小笠原です。この辺りは宮坂の流れでしたが、ここから動きが止まって左からの小手投げ、腰を痛めて8月以降大会には出ていなかった小笠原ですが、この大会にかけてきたところ、そして成田と下松八重が勝ってベスト8がこの8人です。これは成田純也と成田明の対戦です。この時点で日本大学の個人の6連覇は消えました。もう一度ご覧いただきましょう。柿添、萩野、木村守、大西正次、堀慎太郎、小笠原文雄、成田明、下松八重、守屋と日本大学の姿はありません。この辺りにやはり激戦模様が感じられますね。そうですね、また学生選手権というのはですね、はい、一種独特なものがありまして、はい、そしてその学生横綱というものをかけて戦うわけですから、はい、その辺で最終的にはその精神的に強いと、はい、あとまあ実力にも恵まれているというところで勝ち上がっていくんじゃないかと思うんですがね、はい、こうなってきますと柿添選手の優勝もだいぶこう有力になってきた感じがするんですが、いかがでしょうか。はい、もう前評判通りですね、はい、柿添選手が個人優勝するか強綱を取るんじゃないかという前評判通りですね、着実にですね、はい、勝ち進んできてます。ただまたこれから当たる萩野選手もですね、はい、
東日本で優勝してますんで、はい、まあ、その辺のところがですね、はい、まだここも好カードじゃないかと思うんですがね、はい、さあここ10年間の個人の優勝者をご覧いただいていますが、画面の色が変わっているのが日本大学の選手です。坂本、これは現在の肥後の海、そしてプロでも活躍した敦賀、そして柳川、増強ですね、そして96年が斉藤、新三役、九州場所明日から始まりますけれども、新三役の早手海で、97、98年とタミヤが連覇しました。現在の琴光です。また幕内に復帰しました、九州場所。そして去年は西村君則が勝ち上がって5連覇だったんですが、今年は日大勢姿を消して、日大以外の選手が今年のタイトルを取るという形になります。これより個人優秀32選手決勝トーナメント準々決勝戦を行います。東日本体育大学、さあベスト8、これから準々決勝が始まります。優勝候補垣添、すでに国体で優勝しまして幕下付け出しの資格を得ています。こちらが東京農業大学3年の萩野です。まず垣添は近畿大学の三好という大きな壁を2回戦で破って、この準々決勝、準々決勝最初の試合です。主審が促します。ちょっと呼吸が合いません。東京農業大学3年の萩野、垣添が出る、速い相撲です。完勝垣添、ベスト4進出です。まあ、去年もこの大会で垣添と萩野は当たってるんですが、去年は垣添が左上手投げで勝ちました。今日は一方的な押し出し、万全の内容です。先ほどの三好の時は少し引く場面もありましたが、はい、この相撲が垣添選手の相撲ですよね、はい、こう見ますと引退しました琴錦関のような、はい、そういうタイプですよね。そうですね。ただ本人に伺いますと、そんな恐れ多いですという話をしていましたが今画面に映っているのが垣添選手、タイトル15。日体大学はここまで個人優勝はありません。長い歴史の中で初めての個人優勝を目指します。垣添、木村二段、西日本体育大学、大西二段。まず垣添がベスト4進出を決めて、今度は1年生同士の対戦、東洋大学1年生の木村守、先ほど内田を破りました、きっかけでした。そしてこちらが日体大学1年生の大西正嗣です。ともに1年生ですが、今日午前中の予選から勝ち上がって波に乗っています。ともに突き押しの両者です。木村守は美島高校の出身、大西は中津工業、大分中津工業の出身です。日体大学の1年生が画面の右、大西です。これに勝った方が準決勝で垣添と対戦することになります。先に両手をついて待っているのが大西。主審の判定は東です、木村です。あ、審判団の異議の申し立てです。競技も早く終わりまして、
さあ判定です。判定は大西です。ガッツポーズの大西。寄り切って西大西二段の勝ち。悔しそうな木村守。1年生対決は準々決勝、日体大学の大西がベスト4進出。これで準決勝は日体大学の柿添と日体大学の大西の対戦が決まりました。この辺りです。もつれました。ここで木村の足が出たんですね、はい、主審の判定は最初木村に上がりましたが、審判団の協議の結果勝ったのは大西。これで日体大同士の準決勝が決まりました。東東京農業大学堀四段、西東京農業大学小笠原四段。東京農業大学の4年生同士の対戦。こちら堀慎太郎、ベスト8は初めてです。そしてこちらが小笠原文雄、一昨年ベスト8に進出しましたが、プロに進んだ加藤政権に敗れました。東農大学4年生同士、こちら小笠原がキャプテンです。右から押っつける堀、左四つ寄り切り、小笠原の勝ちです。小笠原ベスト4進出です。ただいまの勝負、寄り切りにて西小笠原四段の勝ち。ベスト4は日体大学の柿添、そして同じ日体大学1年生の大西、東京農業大学キャプテンの小笠原。今の相撲ですが左四つ、もうこうなりますと小笠原ですね。万全の体勢ですね、はい、小笠原も今日、久々の大会ですけれども、試合をこう行うにつれていい動きになってきたように見えるんですが、いかがでしょうか。そうですね、なんか勘を取り戻してきたような気がしますね、はい、おそらくは決勝で柿添と対戦して柿添を破って東京農業大学の個人のタイトルをものにしたいという思いはあると思います。小笠原キャプテン。東中央大学成田4番、西大東文化大学下松江4番。さあベスト4最後の座を目指します。かけます。中央大学の成田明とこちら大東文化大学の下松江です。下松江と読みます。共に押し相撲。成田明はこの前の2回戦で日大のキャプテンの成田純也を下しました。今年は9月の東日本の体重別135キロ未満でタイトル1つ獲得しています。こちら成田明突き押しです。下松屋も突き押し。立ち合いはほぼゴム。成田の相撲、本人も納得うなずいています。押し出しました。成田がベスト4進出。これでベスト4の顔ぶれが決まりました。ただいまの勝負、押し出しにて東成田四段の勝ち。立ち合いはゴムに見えたんですが、大野さんいかがでしょうか。はい、そうですね、はい、突き起こしてこの下からの右のあてがいですね、はい、下松江選手の左腕がですね、下からあてがえられてますよね、はい、で体が浮いちゃいましたね。成田純也、そして下松江へと破って3年生の中央大学の成田明がベスト4。これで準決勝の対戦が決まりました。日体大学4年の主将柿添と日体大学1年の大西正嗣、1年生がベスト4まで勝ち上がってきました。そして組み合わせの右側は東京農業大学キャプテン小笠原文雄4年生と中央大学成田明3年生の対戦が決まっています。それではその4人の準々決勝の相撲をもう一度ご覧いただきましょう。まず柿添からご覧いただきます。柿添と萩野、もう一方的でした。柿添万全の体勢でこのベスト4進出を決めています。そして
木村守と大西正次、これは1年生同士の対戦。木村守は2回戦で去年3位の内田を破って波に乗っていましたが、その木村と大西の対戦です。準々決勝、画面の左、今画面の左に映っているのが大西ですが、結局この後審判団の異議の申し立て、一旦判定は主審の判定は木村に上がったんですが、異議の申し立てがあって協議の結果、結局大西の勝ちと決まりました。そして堀慎太郎と小笠原の準々決勝をご覧いただきましょう。東京農業大学4年生同士の対戦です。左四つ得意の小笠原、もうこうなりますと小笠原万全の体勢、寄り切りで小笠原が勝ってベスト4進出です。そして最後の一番は成田明と下松屋への対戦になりましたが、中央大学3年生の成田が下松屋を下してベスト4進出を決めています。ではその相撲をご覧いただきましょう。この相撲で成田が勝ってベスト4進出を決めました。垣添、大西、日本体育大学の2人がこの後準決勝で対戦します。そして小笠原と成田明、中央大学の成田がベスト4進出です。三瓶さん、はい、その垣添選手のこの安定した相撲ぶりには、はい、他校の選手たちも驚いてましたね、以前ですともうちょっと緊張が出る場面があるんだけれども、はい、この大会見ると全くそれがないと。実際今私がリポートしているほんの 2,3 メートル前にね、滝添選手が椅子を出しましてね、そこで控えの部員からマッサージを受けてるんですよ、はい、気合の乗った表情がまだ崩れてませんね。はい、そして小笠原選手なんですけれども、はい、こちらはですね、取り口の面で左四つ十分という話がありましたね、はい、左をまず先に差しに行くんではなくて腰の状態もあるのでしっかり踏み込んで、はい、まず右で前回しを引いて、はい、そこからじっくりと左を差し込んでいく、そんな相撲が取れたらいいなという話をしていたんですが、実際見てみますと結構早いですね。そうですね、さっと左が入りますよね、はい、今日解説は専修大学監督の大野さんですが、大野さん、はい、その垣添選手、はい、以前はその緊張する部分があったというリポートが入りましたが、そのあたりいかがでしょうか。はい、そうですね、どうしても緊張して、はたきに行ったりとかですね、はい、のそういう相撲が多かったですけどね、はい、まあ、今日は落ち着いて、まあ、順当に取れてるんじゃないですかね、はい、今画面に映りました栗本剛さんです。十両で活躍しました元武鉄山です。現在は高校の指導者として活躍しているこの栗本さんですが、このように元関取が学生相撲の全国レベルの大会で今副審の席に座っていますけれども、こういった審判を務めるのは初めてということです。こうやって学生相撲の OB がですね、はい、大会を支えているんですね。そうですね、やはり各大学、はい、東京関東近辺に残った OB がですね、審判を行って、はい、この大会が成り立っているというような形ですね、はい、それから今日は去年のチャンピオン西村君則さんもですね、放送員として、今映りました、はい、放送員として活躍しています。放送でも気になれるかもしれませんが、場内の声はこの西村さんの声です。ちょっと痩せましたかね。痩せましたね、現在はもう相撲からは離れているんですが、こうやって学生の大会がありますと手伝いに駆けつけるという、はい、OB が支えるこの学生相撲選手権です。三瓶さん、はい、だいぶ体つきが変わりましたけれども、目が輝いてましたね、はあ、実は社会人1年目で、はい、埼玉の幼稚園に勤務してるんですが、はい、やっぱりこういう大会を支えるっていうのは意義あることですという話をされてましたね、はい、去年は日大のこの個人タイトル5連覇を守った西村君則選手、こうやって今日は放送係として大会を支えています。まあ、この他この栗本さんや西村さん以外にもですね、はい、かつてこの学生相撲で活躍した選手たちが大会を支えているわけですね。そうですね、はい、さあこれから今年の学生相撲選手権の準決勝が始まります。選手決勝トーナメント準決勝戦を行います。東日本体育大学
垣添4段西日本体育大学大西2段垣添と通る日本体育大学のキャプテン、去年はこの準決勝でプロに進んだ下取に網打ちで敗れました。そしてこちらは日本体育大学後輩の大西正嗣。もうこれは大西はちょっとやりにくいですね。そうですね、はい、反対にまた垣添選手の方が上級生ですからね、はい、やりにくいかと思うんですが、まあ、大西選手は、まあ、暴れてですね、はい、稽古場の相撲を取ればいいんじゃないですかね、うん、胸を借りるような形でですね、はい、共に両者突き押しです。どうついて待ったらし近代のキャプテンの阿部を破って大西は波に乗ってきました。準決勝最初の一番です。ちょっと見て立った2本刺しました。垣添寄り切り、垣添決勝進出。日本体育大学勢としては初めてこの学生相撲選手権個人の決勝に駒を進めました。ただいまの勝負寄り切りにて東垣添四段の勝ち。まあさすがに4年生と1年生ですからこのあたりは風格も違いますし、貫禄負けですね、はい、よく見てこの相撲は張っていきましたね。少しそうですね、はい、ギリギリに刺していきましたね。張って勢いを止めてから2本入りました。まず垣添学生選手権の決勝に駒を進めました。表情を見ていましても今日は午前中からこの表情変わりません。落ち着いた表情で決勝まで進んできました垣添です。本人に話を聞きますと全くこのタイトルは意識していませんという話をしていましたがまあそうは言ってもですね、そうですね、欲しいタイトルには間違いないでしょうから、はい、やはり学生の一番大きな大会ですからね、はい、さあそしてその垣添との決勝の相手を決める準決勝もう一番です。今映っているのが中央大学の成田です。東京農業大学小笠原4段西中央大学成田4段小笠原文雄、東京農業大学キャプテン、おととしベスト8、去年はベスト16でした。そして成田明、中央大学3年、去年はベスト32、専修大学の藤田に敗れました。こちら成田は突き押しです。小笠原は先ほどリポートにもありましたが右の上手を取ってから左を差し込んでいきたいという左四つ。垣添が見つめます。準決勝小笠原と成田右の前回しを狙っていきました。小笠原取れない、叩き込み、小笠原決勝進出です。決勝は垣添対小笠原、日本体育大学と東京農業大学のキャプテン同士の決勝です。東小笠原四段の勝ち。以上の結果、中央大学の成田四段の第3位が決定いたしました。立ち合い右の前回しを狙っていきました。これは取れなかったんですか。取れませんでしたね、はい、ちょっと落ち着いてますね。相手が見えてますね。あ、うん、すかさず体を開いて、はい、叩き込みと、うん、いいんじゃないですか、はい、落ち着いてますね。さあこれでキャプテン同士の対決、日本体育大学のキャプテン垣添と東京農業大学のキャプテン小笠原の対戦が決まりました。まあ、垣添としてはですね、はい、もう国体で優勝してますので、はい、まあ、幕下付け出しの規定が厳しくなってですね、うん、今年からその全日本、はい、それからこの学生選手権、はい、まあ、実業団は学生関係ないんですね、はい、国体とこの4つの大会で優勝しないと幕下15枚目の、はい、そうです、全日本一つ優勝するとですね、はい、15枚目になります、はい、それに全日本選手権が絡みますと、はい、10枚目付け出しになりますね。
その垣添は優勝していますが、小笠原はまだその資格はありません。小笠原としてももしこの後プロを目指すような思いがあるんであれば、はい、今日負けられませんが、まずはその垣添ですけれども、準決勝、日本体育大学の大西1年生との対戦、 VTR で振り返りましょう。落ち着いて立ちました垣添、右で張って2本刺して右を返しながら寄り切り、万全です。これが日本体育大学の部員たちですけれども、その見つめる中で垣添が勝ちました。決勝進出を決めて、今画面に映ってきますが、東京農業大学キャプテンの小笠原が準決勝で中央大学3年の成田を破りました。その一番もご覧いただきたいと思います。画面の左が小笠原です。右の前回しを狙っていって取れませんでした。相手の動きをよく見ての叩き込み。この小笠原、8月以降大会には出場してきませんでした。腰の痛みを克服してこの大会にかけてきた小笠原と垣添の対戦、解説は専修大学相撲部監督の大野貴博さんですが、はい、いや楽しみな決勝になりました。そうですね、4年生同士で、はい、まあ、実力者同士、はい、まあ、評判通りですね、垣添選手、うん、東京農業大学の小笠原選手も、はい、夏以降ですね、はい、万全に調整を行ってですね、うん、この大会一本に絞ってきましたからね、はい、面白いんじゃないですかね。さあこの両者ですけれども、今画面に映ったこちらが小笠原は左四つですね、はい、一方の垣添の方は突き押し、はい、どういう展開を予想されますか。やはり垣添選手がですね、はい、かましてついていくと思うんですが、はい、そこで小笠原選手の、右の上手がですね、はい、引っかかればですね、はい、これまた面白くなるんじゃないかと思いますが、今年、はいはい、そこでですね、はい、まあ、垣添選手がすかさずもろ差しでですね、はい、こう出れればですね、はい、まあ、垣添選手じゃないかと思うんですがね、はい、今年は4月の宇和島大会の決勝で対戦しています、はい、この時は垣添が勝って、まあ、シーズンのスタートの大会になるわけですけども、そうですね、垣添がこの小笠原を破って今年の8タイトルのまず最初のタイトルを取ったわけですね、はい、三瓶さん、はい、ちょうど今東の花道、日体大の垣添選手が今、はい、通り過ぎました。はい、やはりね、依然厳しい表情で、この表情は変わりません、はい、一方小笠原選手の方なんですが大変リラックスしてましてね。あ、そうですか。解説の小野さんがおっしゃった通り、やはり踏み込んで右から前回しを引きたかった、はい、左から安易に差しに行っては読まれるので、はい、まず踏み込んで右の前回しが欲しいという話をしました、うん、今日節目節目で伺ってもね、この話を繰り返すんですよね、はい、やはりそのあたり決勝のポイントと考えているのかもしれません。うん、この前の準決勝でも右の前回しを狙いに行きました、まあ、取れませんでしたけれども、そのあたりがこの決勝のポイントになるかもしれません。今日の小笠原の勝ち上がりです。中央大学の工藤、そして近畿大学4年の宮坂、同じ東京農業大学の堀、そして中央大学の成田を破って決勝進出です。小笠原はまあ怪我もありましたので今年はタイトルが一つもありません。そしてこちらが垣添、今シーズン8つのタイトルを含めて学生になってから15個のタイトルを取っています。決勝トーナメント1回戦は中央大学1年生の渋谷を破りました。そして近畿大学の三好、ここが大きな山になりましたが、三好を破って萩野、そして日本体育大学後輩の大西を破っての決勝です。ほぼ万全な内容で垣添が勝ち上がってきました。垣添としては回しを取られるとちょっと苦しくなりますか。そうですね、はい、前足を取らせないで、はい、まあ、突き押しで出るか、もしくはもろ差しでですね、はい、ガブって出るかという形になるでしょうね、はい、さあ先ほど釣りました練り手綱を目指しまして、学生横綱この一番で決まります。垣添4段、西東京農業大学小笠原4段。こちら垣添が勝ちますと、日本体育大学としては初めてのこの学生相撲選手権個人優勝です。一方小笠原が勝ちますと8年ぶりの優勝ということになります。
92年の伊藤選手以来の優勝です。2000年の学生相撲選手権個人決勝戦、垣添と小笠原、頭で当たった、ちょっといなした垣添、右からをつけます、右の前回しを狙う小笠原、取れません。そして左を差し込もうという小笠原です。出る小笠原、残しました垣添、左の下手を取りました。小笠原すくい投げ、垣添学生横綱、小笠原攻めましたが垣添の前に敗れました。ただいまの勝負石田投げにて東垣添四段の勝ち。以上の結果、厳しい表情、日本体育大学垣添四段、第2位東京農業大学小笠原四段と決定いたしました。ああ涙です。タイトルは気にしませんという話をしていた垣添ですが、やはりこの学生横綱のタイトルを取って、そして目にはうっすらと涙。解説は日本学生相撲連盟理事長の大野隆弘さんですが、大野さん、はい、いや見応えのある一番でした。攻防もありました。そうですね、はい、いい相撲になったんじゃないですか、決勝にとってはですね、はい、はい、まあ、垣添選手突き押し突き切れなかったですけれど、下から我慢して我慢して、まあ、叩く場面もありましたけれどね、はい、まあ、よくしのいでですね、はい、戦いましたね。小笠原選手も下からこう追っつけてですね、はい、これ日本刺されるのを嫌ってるわけですよね、垣添選手を刺そうと思ってますが、ここで上手に、ここで左の下手をこの後取るんですね、はい、ここで左の下手を小笠原が取りました、はい、ここでですね、これ右から攻められればですね、はい、小笠原選手もすぐまた下手切られちゃいましたからね、はい、切ったと同時にですね、はい、すくい投げ、下手投げですか、もう、ああ、まもなくインタビューが始まる模様です。決勝戦の決まり手は下手投げからすくい投げと変更いたします。はい、決まり手はすくい投げです。放送席、そして両国国技館にお集まりのお客様にも優勝インタビューを聞いていただきます。平成12年度学生横綱は垣添選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日一日、まるやもう何ヶ月も前から張り詰めてたものが最後弾けましたね。そうですね、この大会に向けて稽古してきたんで勝って嬉しいです。どの試合も同じだし、タイトルも関係ないと今日一日おっしゃってました。終わっていかがですか。いや、もう嬉しいです、はい、今年1年を振り返るとこれで16個目のタイトルになるんですが、今年だけで見てもこれが9つ目、すごい勢いですね。いや、もう鬼になった気持ちで今まで稽古してきたんで、それが試合で出たと思います、はい、前年度まではあと1つのところで壁を突破できなかった、それを突破し始めると途端にものすごい強さを発揮しました。ありがとうございます。この1年何が一番良かったんですか。いや、もう一生懸命稽古してきたんで、それが試合で出たと思います、はい、あと今日家で見てると思うんですけど、両親に感謝したいと思います、はい、これ生中継で放送されてますので、両親にぜひ直接お願いします。いや、やっと取ることができました。ありがとうございました。本当に日体大勢としては念願の個人のタイトルでもあります。その点いかがですか。もう意識して、はい、プライドを持って取ったっす、はい、あなたの勝利の瞬間、控えの選手たちが抱き合って泣いてましたよ。いや、もうチームメイトみんなのおかげです、本当に、はい、そしてこれだけの素晴らしい1年間を過ごして、当然この学生相撲のファンとしては垣添さん今後どうするのかな、気になるところであるんですが、夢はありますか。いや、とりあえず全日本まで頑張って、はい、プロはやっぱり魅力ある世界なんで、はい、これから考えていきたいと思います。この大会と同様ビッグタイトルがまた冬に待ってますからね。そうですね、はい、また頑張ります、
はい、それも目指してぜひ頑張ってください。見事な学生横綱、日体大勢としての初優勝でもあります垣添選手に伺いました。放送席どうぞ。見事今年の学生横綱のタイトルを取りました垣添選手のインタビュー、正野アナウンサーでした。ようやく表情が緩んできました垣添選手。両親への報告もこの放送で行いましたが、やはり張り詰めていたものがあったようですね。そうですね、なんかほっとした顔してますね、はい、だけどまあ本当よかったなっていういい顔してますよね。これで垣添選手は今話にもありましたけれども、12月の全日本のタイトルを目指すわけですね。はい、これ今の今日の相撲をご覧になってですね、はい、全日本へ向けて、はい、いかがでしょうか垣添選手。まあ、一つまた弾みになってですね、はい、まあ、この前のまた大きな国体も取ってますんでね、はい、国体全国学生、はい、アマチュアとなればですね、はい、私もう大手を振ってですね、はい、また大相撲の方にも魅力があると言ってましたんでね、はい、いけるんじゃないですかね。日本体育大学勢としては初めてのこの個人タイトルを取りました。これで本人のタイトルも16ですから、現在の若松親方、はい、近畿大学の長岡選手と並んだことになるんですね。あ、そうですか、はいはい、この垣添選手が見事東京農業大学の小笠原選手を決勝で破って、最後決まり手はすくい投げ、左からのすくい投げで勝ちました。見事学生横綱を取りました。あ、今各選手に握手をしながら、このあとこの垣添選手の表彰式が土俵の上で始まるところです。ベスト16からの垣添選手の勝ち上がりをご覧いただいています。まず近畿大学の三好を破りました。そして東京農業大学の萩野、その後は日本体育大学後輩の大西、そして最後ライバル東京農業大学キャプテンの小笠原を破っての学生横綱。それではその決勝戦をもう一度 VTR でご覧いただきましょう。突き押しの垣添と左四つの小笠原、ちょっと引く場面もありました。小笠原もうまく2本刺させないように攻めていましたね。一旦左の下手がこの後小笠原入ります。ここで左の下手を取って攻めます。しかし垣添よく残しました。下手を切りに行きながらの左からのスキー投げ、うまさもありますしスピードもありますし非常に魅力的ですね。そうですね、はい、もう嬉しくて嬉しくてたまんないんでしょうね。ちょっとその勝った後はこう土俵をこう下にこううつむくような感じで、ちょっと涙をこらえたのかもしれませんけれども、今表彰式が始まりました。賞状優勝個人戦、日本体育大学垣添徹、第78回全国学生相撲選手権大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえここに表彰します。平成12年11月4日日本学生相撲連盟毎日新聞社。その垣添に優勝の賞状が手渡されました。日本大学の個人のタイトル5連覇も阻みました。そして日本体育大学としては初めての個人タイトルを手にしました。タイトルの数16に伸ばして垣添、優勝が垣添、そして2位が小笠原、そして3位が日本体育大学1年生の大西と、そして中央大学3年生の成田明と決まりました。さあこの後は全日本選手権です。全日本選手権は12月に行われます。放送予定をご覧いただいています。12月の10日午後4時半から NHK では総合テレビでこの全日本選手権の模様もお届けする予定です。垣添選手の全日本選手権での活躍、非常に楽しみになってきました。解説は日本学生相撲連盟理事長の大野孝弘さんにお願いしました。大野さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。垣添選手、見事今年の学生横綱を手にしました。この辺で両国国技館からお別れいたします。